はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、宮口です。今回の動画ですねは、前回ご紹介いたしました最近買ったものの中から、こちらのレビューですねさせていただきたいと思います。こちらの2点ですね、マンフロットの、ミニ三脚と、スマホホルダー、スマホスマートクリップですねになります。まずはですね、こちらスマートクリップ、まあ、スマホを挟むですねこちらの、アタッチメントみたいなものなんですけども、そちらの方からご紹介していきたいと思います。こちらですね、値段は後で調べておきます。早速開けていきましょう。これここからピリピリって、はい、施設かな、はい、まあ、こんな感じの単純なシンプルなやつです。プラスチック製ですね。でマンフロット入ってます。で、まあ、バネ入ってます。結構強めです。で、三脚用のネジがここと、あとここについてます。なのでまあこのねもう一個買ったミニ三脚と組み合わせるといい感じに使えるんじゃないかなと。で、まあねこれね私のスマホ、iPhone7 プラスなんですけど、それでも十分余裕で挟めます。しっかり固定できますし、あとねセナちゃんとルキちゃんの写真、七五三の時もあるんですけど、まあこんな感じでですね立てれるのでスタンドになるので、結構ねこれね角度はこれあれか、まあこんな感じで置くことができます。でまあこれ単体だとなかなか使いにくいんで、続いてこちらですよ、こちらと組み合わせるという感じになります。でこちらも早速開けたいと思います。ピクシーエポっていうのかな、ミニトリポットエボリューションって書いてます。はい、でこれがスターがね強力なのはねご丁寧でいいんですけどね、あれなのね開けるときに大変なんだよね。中にちょっとした説明が書いてますけど、まあこんなの適当に触ってるうちに分かりましょう。分かるでしょう。はい、基本私は説明書は読まないタイプです。特にゲームはねはい、まあ、今回は関係ないですけど、まあ一応こんな感じです。でまあこうやってね持って自撮りじゃないですけどこともできます。でちょっと撮りにくいな。まずここねカメラの4分の3段階の今これ分かりやすいこれつけちゃおう。こんな感じで、でまあ自撮りこうやってできちゃうできちゃうわけですよ。持ってね、ちょっと広角のカメラじゃないんであれなんですけど、はい、で一応、ここにどうかな、この開く角度が何だっけ2段階で選べて55度と80度かな、ここで切り替えます。でまあこんな感じになってね、よいしょ、とこうさらにこんな感じでね、さらに広がっちゃうんですよ。すごいんですよこれ。で
段階で高さも上げるんで、さらにこうね安定したミニ三脚になると、で高さもこうやって稼げる感じになるんで、まあこんな高くなくてもいいけどね、まあうまく。これなんか、あ、これはあれだ、これはごめんなさい、これはここだ、このこう緩めてこれだ、うん、これをでこう肩のね固定してね、今ね、こうやってやると撮影時間がもうすぐ日付変わっちゃいますけども、はい、まあ、こんな感じでね、はい、でなんでこれ買ったかというと、あの鉄道模型とか、あとまあ要はジオラマっていうほどのジオラマじゃないですけど、鉄道模型をカメラで撮影するときにローアングルで、まあ、直置きした、まあ、してもいいんですけど、それよりだったら三脚置いてちゃんとね水平保ってとかした方がいいかなっていうふうに考えて、まあ、これも購入しました。あとね、普通のカメラタイプ、ジンバル自分持ってないので、まあ、これで持ってね、ちゃんとしっかりしてるんですよ。ちょっとでも緩めたら結構硬くなって動かなくなるんで、結構しっかりしてます。それなりにやっぱいいだけあって、これでここまでやっちゃえばちょっとね、あんまつぶしすぎてもあれかな、もう完璧です、動かないです。はい、ちょっとね値段が3000ちょっとすんのかな、伸びないタイプの前のやつもあったんですけど、まあ、こっちの方がいいかなと。であと色が白と黒と、あとここが赤でグレーかな、レッドって言われてるやつがあったんですけど、私はこの白、ジンバルと合わせて白にしました。はい、でそうですね、スムース4にもこれつけれるんで、まあスムース4の三脚じゃなくてこっちにやるとね、また使い勝手も変わってくるんじゃないかなと考えてます。はい、というわけでですね、今回はですね、こちらのマンフロットの、ミニ三脚ですね、とあとスマホのホルダーですね、これでね、変な話、今角度つけてやれば、ライブ配信なんかね、そうやってね、まあ、こんな感じで、カメラ切り替えて、はい、ライブ配信できちゃうなんてね、買うこともできますし、今後できるようになりますし、まああっても損はないかなと。でそうそう、これでね、あれやりたかったんですよね。どうせライブ配信やるんだったら GoPro 使いたかったんですよ。ちょっと撮ってきますね。はい、 GoPro 持ってきました。でね、これなんですよ。もうちょっと、まあ、寒いとこに持ってきたんで曇っちゃったんですけど、曇るじゃないですか。で前に使ったこのアダプター、使っても使わなくても多分いけんじゃねこれ、ですけど、まあまあ、ぶっちゃけね、こういう付け方もできますし、ちょっとこれだとね滑っちゃう、すぐ取れちゃうので、やっぱこのアダプターをですねかましてあげて、まあこんな感じになるじゃないですかね。ちょっと緊張しちゃってるけど、はい、こんな感じになってね、こんな感じでね、カメラ固定して
まあ、携帯電話でアングルチェックして調節しながら、まあ、配信とか撮影ができるっていう、まあね、使い方もできるという、まあ本当に素晴らしい二三脚だなと思って購入しました。誰かがレビューしてたからっていうわけじゃないんですけど、まあミニ三脚マンフロットのやつですね、ちょっと欲しいなと前々から思ってたので、ちょうどよくですね、まあ、タイミングよく買ったかなというふうに個人的には思ってます。あと GoPro 持ってる人だったらこれじゃなく GoPro のアクセサリーちょっと自分買ったんですけど、持ってる人だったらこういうねアタッチメントなんつって言うのかなちゃったんですけど、思ってるんだったらそっちの方が安定するかもしれない。ちょっと今試しに振ってみたんですけど、安定感はやっぱこっちの方がいいかもしれないですね。なんかねすっぽ抜けそうになったりするんで危ないんで、それだったらまだこっちの方がちゃんとくっつくんで、まあ、ちょっと動いちゃうけど多少ならね、こっちの方がまだ安定するかもしれない。あれ、まあ、アダプターもいいんですけど、ちょっと激しい動きをする場合だったらこっちの方がいいかもね。はい、まあこんな感じでですね、今回私が紹介したかったのが、マンフロットの、ミニ三脚と、スマートフォンクリップになります。またね、この辺のアダプターも、概要欄に Amazon リンクでも貼っておこうと思いますので、気になる方はそちらの方からですねチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、評価等いただければと思います。またですね、YouTube 専用の Twitter アカウントもございますので、そちらもぜひぜひご登録いただければなというふうに思っております。はい、ではですね、また次回この動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。